寝心地はどうだった？まあ悪くなかったな。だろ？今日は何をする？狩りか。ランクも上がったし、無理に討伐依頼をこなすこともないだろう。我は毎日狩りで構わんがな。俺が持たないの。そうだな。とりあえずフェルが取ってきたブラックサーペントをランベルトさんに届けるか。つまらん。飯はギルドで昨日もらってない分の肉を手に入れてからな。こんにちは。おう、兄さん。できたぜ。ブラッディホーンブルの肉と買い取り料だ。ミスリルリザードの件はもう少し待ってくれ。今ギルドマスターが漁師様のとこへ話に行ってるからよ。そっちは急ぎませんので。そっちは？はい、あのこれだけ今からお願いできますか。ブラックサーペントか。いやそれだってそんなホイホイ出てくるもんじゃないんだから、感覚おかしくなるぜ。すんません、肉と皮以外は買い取りで。わかった、すぐに解体してやる。ありがとうございます。嬉しい。帰ったらご飯にしような。よし、やるぞ。ずいぶん気合が入っておるな。今日は新しいメニューに挑戦するかな。ん？今回はこれを使う。ネットスーパーで見つけてさ。なんだそれは。ミンサーって言って上から肉を入れるとひき肉になるんだ。まずはブラッディホーンブル。すごい、面白いだろ。すごい、やりたい。次はオークジェネラルの肉ね。あ、ありがとうな、セイ。うん、割合はブラッディホーンブル6のオークジェネラルが4。まずパン粉を牛乳に浸して、ひき肉、卵、炒めた玉ねぎを入れて、塩コショウで、こねる。それを成形し、種を作る。お？これはサプライズ。取り置き分はラップして、アイテムボックスへ。よし、焼いていくぞ。おお。両面をこんがり焼いたら、水を差して蒸し焼きにする。火が通ったら皿に移して、同じフライパンにケチャップとウスターソースを入れる。これをかけて、できたぞ。ブラッディホーンブルとオークジェネラルの合いびきハンバーグだ。おお、これはうまいな。こっちのお肉、中からトロッとしたのが出てきたよ。中にチーズを入れてみたんだ。おいしい。うん、最高。うん、おいおい、この石鹸全然泡出ないじゃんか。お、これはいいぞ。すでにこっちにある石鹸なら持ち込んでも怪しまれない気がする。また新しい食い物を作るのか。違うよ、久々に商人の仕事でもしようと思ってさ。ランベルトさんにも会うからちょうどいい。塩の時と同じように容器を詰め替えて。よし、アラジー。ん？お水が気持ちいいよ。そうか、なんか無性に風呂入りたくなってきたな。そういや長いこと入ってないもんな。おお、まさしくブラックサーペント。以前お約束していたので。素晴らしい、これだけ傷の少ないものはめったに手に入りませんよ。こちら金貨50枚でいかがでしょう。え、そんなに。確かに、実は今日ここに来たのはブラックサーペントの他にご相談があったからなんです。は？私商人ギルドにも登録していまして。おや、冒険者ギルドとの両立とは珍しい。相談というのは、このような商品が売れるかどうかをご教示願えないかと。拝見しましょう。ああ、これは石鹸ですか。ん？石鹸にしては良い香りですね。まるで花のような。泡立ちもとてもいいんですよ。こちらは髪を洗うものでサラサラになります。こちらと一緒に使うとより効果が高まります。洗った髪に薬液をつけ、少し時間を置いて流すことでツヤが戻るんです。そしてこれ、髪になじませ洗い流すと、どんな髪質の方でも魔法のように髪が美しくなります。あれ、私、向田さんとお知り合いになれて本当に良かったですぞ。実は2週間後が結婚記念日で、妻に何を送ったらよいかと胃がキリキリしていたのですよ。そうなんですか。バッグもアクセサリーも十分だから、今年は違うものでと先手を打たれてしまいまして。ああ。しかしこの次第だから、プロ好きの妻も喜ぶこと間違いなしです。これで無視されずに済む。夫婦も大変なんだな。ん？風呂があるのですか？ええ、妻のたっての希望でして。かあ、あるのか風呂。異世界の風呂ってどんなだ。俺でも買えるんだろうか。あの、失礼かもしれませんが、見せてもらうことは。構いませんよ。
おお、本当に風呂だ。素晴らしいですね。我が家の自慢です。華やかなものや絵付けしてあるものはもっと高額ですし、水を浄化する魔道具を設置したり、工事に対馬講師を雇ったり、もろもろ含めて金貨数百枚は下りませんから、商人が家に風呂を持つことは商売が成功した証とも言えます。欲しい、めちゃくちゃ欲しい。今フェルのおかげで懐も温かいし、興味がおありならお店をご紹介しますや。ぜひ。ではひとまず一式置いていきますので、早速今夜使わせていただきます。奥様にプレゼントする前にご自分で試してみた方が安心ですもんね。もし変なものを渡したりしたらどんなに怒られるか。それではまた明日お伺いしますね。お待ちしております。どうも。向田さん、ようやくしてくれたんですね。そっか、向田さん、お待ちしておりました。紹介いたします。これは私の妻マリーです。お見知り置きよ。ランベルトさんにはお世話になっております。ところでこれらの品なんですが、ん、実は昨夜お風呂上がりの主人からとてもいい香りがしたんです。その上髪までツヤツヤになっていて、髪なんか気にしたこともなかったのに、これが気にならない女なんて言いませんわ。結婚記念日まで秘密にしておきたかったのに。あら、そこで早速私もと。するとどうでしょう、石鹸は花のような香りで肌もすべすべ、髪洗いの薬剤はいつもよりも汚れが落ちてすっきり、そして何より長年パサパサのゴワゴワでずっと悩みの種であった私の髪、このように。私も驚きましたよ。マリーの美しさにさらに磨きがかかりましたからね。あなたしたら。それでですね、向田さん、こちらの商品、奥さんにたくさん買ってあげようってんだな。ぜひうちで販売させていただけませんか。あ、ご存知の通りうちは革製品の店。私も反対はしたのですが。あなた、これらの品は絶対に売れます。売れると分かっているものをみすみす他の店に譲るなど商人とは言えません。貴族のご婦人方はもちろん、私のお友達や一般の女性までこぞって買いに来ますわよ。この髪を見て興味の湧かない女性はいませんもの。メソーレ様、取らすならぜひともうちに。ぜひ。もちろんです。私は店を持っていませんので、こちらで販売してもらえるなら。ありがとうございます。ささ、細かい話は奥のお部屋で。よかったわ、これで私の分も確保できる。え、ただいま。アレジ、おかえり。納品とやらは終わったのか。ああ、やっとな。結構な数持ってったから、しばらく大丈夫だろう。さすがに丸一日詰め替え作業はきつかった。それで今日はどうする、ダンジョンでも探しに行かないよ。さっきギルドの人に声かけられてさ、ギルドマスターが帰ってきたらしいんだ。ではその後にダンジョン。おい、まだこのハグレワイバーンって討伐されてないのかよ。目撃情報は増えてるって、勘弁してほしいぜ。またボスキャラクラスか、やだやだ。向こうだです。おう、入ってくれ。やっと話がまとまった。金貨5800枚だ。漁師の伯爵様も感謝しておられたぞ。なんせ見すぎる鉱山だからな。すげえ。これだけあれば買えてしまうんじゃないか。念願の風呂が。なんだと。え、ワイバーンってさっき冒険者が言ってたやつだよな。しかも群れとはどういうことだ。西田草原に社長のパーティーが出ていたんですが、そこにいきなり博士が現れたんです。ハグレワイバーンの目撃情報はあったが、ブラディ本部狙いの偵察だったが、それってこの間の依頼で討伐したやつ。被害はなんとか全員逃げ帰ってきたのですが、重傷の上どこでやられているものもいません。命があるだけマシだ。マジかよ。すでに毒消しも切れてしまい、交渉もいつまで持つか。冒険者に協力を仰げ、近くの偽からもかき集めろ。あの、俺、上級交渉持ってません。すまない、おにぎる。なんだこれは。傷だけでなく、毒まで。よし、ベッドに連れて行け。はい、大丈夫ですね。よく聞け、お前ら。ワイバーンの群れの討伐、ギルドからの緊急クエストだ。 C ランク以上のものは拒否権なく出てもらう。俺のか。ワイバーンと聞いて尻込みするのもわかる。だがこのままでは町が襲われるのも時間の問題だ。冒険者の誇りにかけて一致団結し町を救うのだ。すぐに向かうぞ。待て、人間どもよ。フェル、そのワイバーン、我が始末してやろう。はっ。何言ってんだよ。いいではないか、ちょうどいい運動になる。なるか。それにワイバーンの肉はうまい。いや、そうじゃなくてだな。そこの人間、ワイバーンを始末したら全部我らのものになるのだろうな。もちろんだ、報酬も出す。ならば早速行くぞ。おい、主、戦うの。スイも戦う。に、でも我らもいらん。むしろ邪魔だ。おい、フェル。ならばフェンリル殿、どうかこの町を守っていただきたい。
はい、わかった。お主らもよろしく頼む。はい。いたぞ。あれがワイバン。こりゃやばいわ。我が物顔で飛び寄ってくるんだ。俺と戦うの？ちょうどいい。飛んでいる獲物の狩りをスインに教えてやる。やったー。おい、変なこと教えんな。スイン、乗れ。こら、スイに怪我させるなよ。いいか、スイ。飛んでいる獲物は頭か翼を狙うのだ。頭は当たれば即死するが、的の小さく外しやすい。そこで翼だ。翼を傷つければ大抵のものは落ちる。当たった。頭。外れた。頭は外しやすいと言ったろ。だが、なかなかいい当たりだったようだ。食う時のためになるべく身に傷をつけるな。どうする？俺のスイタンがセル化していく。いやそんなことはない。ずっと可愛いスイタンのまんまだ。一匹残っていたか。運動したら腹が減ったな。ゆいもやるか。ブラッティホーンブルとオークジェネラル、それと両方の合いびき、前に作っといて正解だったな。ん、またハンバーグとやるか。いや、こいつには衣をつけてやるんだ。ん、ずっと思ってたんだよ、青空の下であれを食いたいって。こいつに小麦粉、卵、そしてここでポイントの生パン粉をつける。店で食う味に近づけるためにな。それを油でカラッと揚げる。調理法を少し変えるだけで全く別の味わい。3種のお肉のメンチカツだ。おお。生パン粉がサクサクでジューシー。揚げたては何もつけなくてもいけるね。どれもうまいけど、俺は合いびき肉が好きだな。我はブラッティホンブルだ。肉の味が強いのがいい。見事に好みが分かれたな。俺もうまいのだ。仕方あるまい。どれもおいしい。そっか、おいしいか。よかったな。向こうださんたち大丈夫でしょうか。フェンリルといえど、ワイバンの群れが空いてればどうなるかわからん。だが今は彼らを信じるしかない。あのリーマンどうしてるかな。ネットスーパー笑っちゃ悪いよ。カノンちゃんステータスもめっちゃ低かったし、グレートウルフにでも会おうもんなら絶対死ぬな。そもそも他の町につけるのかも怪しいだろう。無茶してないでほしいぜ。私たちだって油断できないよ。魔王を倒して元の世界に帰るならもっともっと強くならなきゃ。冒険者の中には伝説の魔物フェンリルを10万にした人もいるって言うし。そんなもん噂だろ。リオは心配しすぎだ。カイト君は楽観的すぎるの。心配ねえよ、俺ら勇者だぜ。それに意外とこっちの世界も楽しいじゃん。ご飯さえ美味しければね。今日のはちょっと美味しそう。よし、食うか。はい、向こうだと、フェンド、ひとまず冒険も一区切り。なんだか急に寂しくなるな。冒険は食料確保だ。我はまだまだ食い足りないぞ。